はい、めっちチャンネルです。めっち読書大好きめっちが、お送りする本日の本はこちらです。自助で蝶野正弘です。ほんまに、全てを語る時は来た。まあこれ橋本さんですね。クロノカリスマ初辞典、早野蝶野チーム通算って感じですね。クロノカリスマ、家では、貧困法制、外では不良のリーダー、異国で巡り合った本物の恋、G1 優勝時のリアルな心境、強行突破だったクロノチェンジ、 NWO ブームの先に見ていたもの、復帰戦が引退試合に首の負傷、妻と医師から始めたアパレル事業、爆笑宣言はかけないでくれ、社内闘争、マッチメイク、フルス会の裏側、東日本大震災が自分を変えた、俺がプロレスラーになった意味、闘魂三銃士への思い、56歳、これからの俺の人生は56年間の人生を全告白、蝶野正弘さんの本ですね。蝶野さんこれ読んでて、いやめっちゃ懐かしいって。僕の蝶野さんっていうのは闘魂三銃士ですね。まあ、正直言いますわ、一番僕的には地味やったんですよ。武藤選手と橋本選手はどちら派手やったんですよね。僕武藤選手好きなんですけど、橋本選手はやんちゃってイメージなんですよ。武藤さんちょっと地味って言ったらごめんなさい、地味やったんですよ僕が見てた試合は。で、あと呼吸法、これプロレスファンやったら分かると思うんですけど、なんか呼吸が面白かったんですよ。まあ、だから友達とプロレスごっこしても、ってなんか呼吸法を得しちゃったんですよね。なんか変わってんなって感じ、って感じ。元さんはノーマークやったんですよ。一気に NWO、近所のおばちゃんも NWO の T シャツ着てるぐらいすごい有名だったんですよ。途中でガーって黒のカリスマって、いやすっげーって。それまでは武藤選手とね、橋本選手やったんですけど、蝶野さんすげーって NWO でめっちゃハルク・ホーガンとかね、マキ君ねやっててすっげーってワンチャンのし上がったって感じで、蝶野さんも本当にプレーファイトスタイルはまた違うかったんですけど、なんか地味なんですけど、じっくりレスリングスタイルでやってる人やなと僕は思いましたね。ね、武藤選手とか橋本選手が派手やったんですけどね、ある意味それがもうチーム2000とかもうやりだしたりとか、あーかっこいいって、そっからもう味方が変わったんですよ。プロデューサーやなって、武藤選手とか橋本選手はもう根っからのプロレスって感じですけど、武藤選手じゃなくて蝶野選手はなんかプロデューサーでいろんな人の考えてこうそれも全部書いてるんですよね。あと奥さん愛が強い、外国人の方と結婚してそのことのことも細かく書いてるんですよね。ああやっぱ愛って素敵やなって思いましたね。武藤さんなんか薄々はこう話、奥さんとのすごいね恋愛とかそういうの薄々聞いてたんですけど、これ見てわあめっちゃ奥さんと
すごいラブラブというかすごい愛があって今に至るんやろなって。今やったらガキの使いとか年末とかでビンタとかそういうのをもてはらされてるんですけど、僕としてはもうプロレスラーでもすげえ人だと思ってるんですけど、武藤選手のこの辞典はすごくあ懐かしさもあり、ああいったことですごい悩んでて、新日本プロレスがこう落ちていくさなか、もうね、長野さんがこういろいろこう意見言ったりね、なんかもうすげえなと思った、ね、武藤さんが全日本行ったっていうこともあったし、ね、橋本さんゼロワン行ったりとかで、長野さんは残ってそれどうにか新日本プロレスを立て直さないといけないとか、いろんな葛藤あって、ほんで三重志工業という三重志で来てやろうってやったとか、いろいろ弊害があってそれもできなかった。で橋本選手が ねお亡くなりになって、ほんまにそれもできなかったとか、もうそういうことも赤裸々に書いてるんで、なんかその世代にしたら武藤選手、橋本選手、長野選手ですね。長野さんもほんまにもいろいろ考えてたなって、長野さん大好きになりました、この本で。まあ一番賢い人やなって、長野選手はすっごいもうプロデューサーですっげえかっこいいって僕はもう読んでて思いましたね。呼吸法だけはもう昔からプロレスファンの人はって気になってるんですよ。もうすぐずっと頭に残ってるんですよね。 SDF とかもうそうみんなやってましたもん、若い頃は。で、長野選手は今もフューチャーされて若い子たちも受け継がれてると思うんですけど、うちら世代でもってなってて、アイアムチョンって感じでめっちゃかっこいい、ね、チーム233とか NWO とか、もうめっちゃ好きやったんで、その三重心めっちゃ好きやったんで、長野さんがこう赤裸々にこうやって書いてくれて、奥さんとの恋愛も書いてくれて、はあって、長野さんかっけーって思いましたね。もうぜひその世代では絶対見なあかん、黒のカリスマ黒って言ってもこの人はほんまかっこいい、黒も持ちつつの、まあ、白も持ちつつの全部の、トータルで偏ってない、本当にビジネスマンって感じ、サラリーマンはぜひぜひ読んで、武藤様は職人って感じ、橋本さんはちょっと飛んでるけどもう天才って感じだけど、長野さんビジネスマンでプロデューサーって感じで、僕は僕の意見ですね、僕はそういう感想ですね。かっこいいって思いました。ぜひ長野選手、ね、黒のカリスマ初辞典、ぜひ皆さんお手に取ってください。めっちゃめっちゃチャンネル登録、グッドボタン、あやめちょうチームズーサーゾーって感じですね。めっちゃめっちゃ